雨がひどい。ランチに行きたいが、近場行きすぎて見つからない。熊本に美味しそうなオムライスがあるのを発見。行けない距離ではないので出発。西鉄久留米から西鉄バスで、JR 久留米駅まで170円。久留米駅到着。新幹線の切符を購入。9時59分の新幹線で熊本へ向かいます。ホーム到着した時は10時を回っていましたが、大雨の影響で遅れていたため、乗り込むことができました。の影響で一部区間、速度を落として運行するようです。安全運転大事ですからね。およそ30分で到着。すごい、時間的に天神に行くのと変わらない。お目当てのお店、到着。アメプラザ熊本、7階にある、サロン卵と私、11時オープンなので少々待ちました。真ん中を切ったら綺麗に割れました。ふわふわ卵、割合的にご飯より卵の方が多い。卵メインのオムライスでした。卵も甘くまるでスイーツ、芸術的です。お次はお待ちかねスイーツ。熊本駅から徒歩5分、1階、2階と飲食スペースがあり、特に2階は広々としています。頼んだのは、水出しコーヒー500円、ガトーフランボワーズ450円、コーヒーは飲みやすく、美味しいコーヒーでした。ケーキは大人の味って感じのケーキ、甘すぎず美味しくいただきました。小麦粉、仕様のショコラ生地とフランボワーズが、ナッシュの層のケーキコーヒーとすごく合います。お早いですが、お帰りのお時間です。約2時間の熊本旅行でしたが、お店2軒も回れ、快適に過ごすことができました。コロナ落ち着いたらまたゆっくり旅したいですな。10時30分に着いて、12時3分の帰りの新幹線。逆に考えたら新幹線ってすごい。お値段は高いですが、約30分あれば、福岡熊本間を移動できる。金さえあれば、いつでも行けます。今日紹介したお店、概要欄に詳しく貼らせていただきます。チャンネル登録お願いします。あとインスタのフォローもお願いします。